はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。もうすぐ2時になろうとしています。8月の25日水曜日でございまして、まったりとした午後ですね。さっきちょっと眠たってね、寝ようかなと思ってるんですけど、これだけやってと思ってるうちにね、眠気がなくなって、あかんやん、寝られへんやんと。今千代田区は32度でございまして、この部屋の中はね、冷房かけてるんですけどね、26.5 度ぐらいで、全然暑くはないんですけどね、部屋の中はね、冷房ですんで。さて行きましょう。朝鮮オンラインでございます。朝鮮日報でして、8月25日の7時42分ですね。今から半日、6時間ぐらい前に出た記事でございます。韓国与党言論懲罰法、これ鍵括弧付きですね、言論懲罰法を強行採決、午前3時53分に単独可決っていう、おどろおどろしい記事でございまして、おどろおどろしいと思うのは僕だけかもしれませんけど、午前3時53分ですよ。もう熟睡してましたよ私。ちょっとだけ読みますね。与党共に民主党は25日午前3時53分言論仲裁法改正案を国会法制司法委員会で強行採決した。野党国民の力が議席数を盾にした与党が一方的に増す、一方的にメディアを黙らせる法律を強引に処理するものだと強く反発して、議場を退場後、民主党が単独で法案を可決した。24日午後3時20分から始まった法制司法委の全体会議は日をまたいで25日未明まで言論仲裁法案などを争点に与野党が衝突した。午前0時が近づくと、パク・チュミン委員長職務代行各国民主党は野党の同意なく日をまたいで審議を継続するために形式上会議を招集し直す、時数変更を宣言した。未明までかかっても言論仲裁法の処理を進める意思表示だった。25日午前0時40分会議が再開されると、国民の力の幹事を務めるユン・ハンホル議員は、案件が多いならば別の日に協議を行うべきで、こんな時間に一方的に議事を進行することがあっていいのかと批判。同党クォン・ソンドン議員も、今日可決しなければ大変なことになる法律があるのか、何を急いでこの時間に会議を行うのかと述べた。これに対して民主党のキム・ヨンミン議員は、野党が時間稼ぎを続けたいだけじゃないかと反論した。まあ以下続きますけど、で結局のところですね、この言論仲裁法というのは今朝ですね、3時40何分に、可決をされました。与党共に民主党の議員だけで、可決をされたということになってます。これで成立ですね。で、これはですね、簡単に言えばフェイクニュースみたいな、事実でないような報道した場合は、その損害額の5倍を払わせると、メディアに払わせるというような内容で、ただその事実でないのの認定はですね、非常に曖昧なんですね。つまり当局は恣意的に判断できるというところから、言論の自由を損ねる法律であるというふうに見なされて、まあ時の為政者ですね、その時政権を握っている人々にとって、都合よく判断してメディアを罰することができるという法律なわけですね。だから大反対、野党の大反対はありました。この朝鮮オンラインなんかはですね、愉快の隣さんの中では最保守と、一番保守、まあ一番右と言っていいですよね、分かりやすく言えば、になって政権を攻撃してるわけですね、今のムンジェイン政権を攻撃してる側なんで、今後ですね、この朝鮮オンラインが、その、まあちょっと根拠の曖昧なニュースを流したりすると、それってやられる可能性があるということですね。で、んなも名誉毀損なんて損害額はいくらかってようわからんやんって、その5倍払いとかで言うわけでして、そうすると言論が萎縮するでしょう。そうでなくってもね、愉快のお隣さんってね、僕は言論の自由がある国やとは全然思っていませんよ。
特に日本に関しての言論の自由はほぼないと言っていいぐらいです。それがまだこんな、ね、法律ができたりするとですね、さらに言論が萎縮してですね、ますます、メディアの質がこう向上しないということになろうかと思います。何が問題でね、愉快のお隣さんってたびたびその何て言いますか、常識に外れたことをなさるでしょ。この前のオリンピックの開会式の MBC の放送もそうですよね。ウクライナの入場選手入場の時にですね、チェルノブイリを流してみたりとかああいうことをなさるのはですね、自分たちを客観視することができないからだと私は思ってるんですね。これ世界の人どう思うやろうって、他の国の人はどういうふうに見るやろうというような考え発想視点っていうのはないんですよ。ないから俺らがこれやるんやということをやってらっしゃるわけですね。ただでさえそういう独りよがりなことをやって独り相撲を取って独り負けしてるお国柄なのに、さらにそこでですね、言論の萎縮を招くということはますますその独りよがりが強くなるというふうに思いますね。そもそもメディアのね、リテラシーが高くないです、私が見てる限りは。私はこの日本語サイト、著存ライン、中央日報をはじめ、ハンギョレ、連合ニュースとか東亜日報とか見てますけども、そのこんなアホなことよう言うわみたいなこと、そういうニュース結構あります。もちろん日本のメディアでもありますよ、ありますけども、明らかこうバイアスがかかってる。特に日本に関してはですね、もうバイアスがかかってないニュースがないほどぐらいにバイアスかかってるわけなんです。でその他のことに関しても、自分たちに関するいわゆるお隣さんの国全体に対する批判という、海外からの批判ということに関してはほぼ報道しないんですよね。自分たちがだから海外からどういうふうに見られているかということに関して、ちょっとでもそのあんまり、よろしくない、こう愉快なお隣さんの人たちが読んだら不愉快になるような記事は一切載せない、わけですね。で褒められたとか、ないになったとか、それをそればっかりやってるわけですけども、そんだけやっぱりメディアのリテラシーが低いし、愉快なお隣さんの人々もですね、あんまりメディアへの信頼性って高くないんですよ。日本よりも確か低かったと思います、いろんな調査で。ただでさえ信頼されていないわけなんですよね。それがさらにこういう、こう法律を通して、もうほぼこれ言論の自由を抑圧する法律であって、こう西側基準に照らしてみればとんでもない話です。そんなんね、これね、日本で同じようなこう法律を作ったら、それこそこの前のね、安保の時のね、シリーズかなんか知りませんけど、あんなところですいませんよ、数十万単位のデモが起こるし、もうそのマスコミはこぞって反対しますし、多分成立はできないと思います、いくら与党が頑張っても。で仮に万が一成立しても、その次の反対政権、違う党が握ったら、まず最初にそれを潰すということを公約にするでしょうね。でもお隣さんではですね、たかだか日をまたいた新業ややらかして3時間ちょっとですね、こっち側に来た時に可決をされてしまいまして、これ施行されてしまいます、となりますとますますそうでなくても言論の自由がない気味の向こうのメディアがますます偏った報道、時の政権におもねるような報道にばっかりなってしまうということは、他の国のですね、民主主義というものがさらに後退すると。今でもね、かなり低レベルにあると思うんですけど、それがまたさらに後退することにもなりかねないわけですね。で次、去年議会の選挙があって、まだ1年ちょっとしか経ってませんから、あと3年半はですね、4年やから2年半はですね、議会の選挙ないんですよ。ということはずっと今のそのムン・ジェイン側の共に民主党というのは多数派を占めるわけであって、そうするとこういう法律が通っていく、まあ次来年の3月に大統領選挙があって、誰になるかは分かりません。ムン・ジェインでないことは確かであって、それは制度上不可能なわけですね。与党派になるのか野党派になるのか分かりませんけども、その時にこの法律をね、
廃止するぐらいのおつもりでないとですね、ああ、かの国がどこに行くんやろと。これ、海外のメディアもね、ソウルにいる海外のメディアも、これなんやねんって言ってるわけですよ。こんなアホなことあるんかみたいなこと言ってるわけですけど、通ってしまいました。通ってしまって、これが、今後、いつ施行か分かりませんけども、多分ね、三月か半年後には施行されるわけでしょう。もう数々の非常識な面を見てきましたけども、これもその一つということですね。さて、この女尊ライの記事貼りませんのでね、探してください。韓国与党言論懲罰法を強行採決、午前3時53分に単独可決という女尊ライン朝鮮日報の記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。